ソフトバンク藤本監督誰も悪くない悪いのは俺だけ6回2失点の高投も5杯目の42歳は脱剛をかばうソフトバンクが逆転負けで1点差ゲームを落とした再び主要リックスと9.5ゲーム差に広がった初回に1点を先制したが直後に追いつかれると先発の和田が4回森に勝ち越しソロを許した和田は6回2失点で5杯目 藤本監督は森の一発は勝負に行っているからねカウントの玉打った森くんが素晴らしいんじゃないですかいいテンポで投げてくれた全然和田が悪いわけでもないし誰も悪くない悪いのは俺だけと敗戦の責任を背負い込んだいいえ藤本監督が信じてスタメンにしたデスパイネと栗原は共に2出類ですさすが藤本監督です今日悪いのはチャンスで打たない選手です 開幕前の目標である2と10ゲーム差をつけての優勝まであと19.5ゲーム差ですファンの皆さんは最後まで応援頑張ってください柳町外して12連敗の立役者を起用するんだから当然流れ悪くなりますよね藤本さんは南海時代から負けになれてるんだから選手やファンよりも悔しさがないと思う来年は勝ちに貪欲な人が来てほしいな毎日見てる 試合始まる前からありえない下面だと思ったよ。自分たちから負けに行ってるのか。ギーマ外してディシュパー。ありえない。車有病も良いところの割に栗原は誓うわなぜ。今の栗原では宮城に苦労するのは明白だったはず。選手もバントは失敗する。勝利ミッシュに近い判断ミシュ。 勝負どころで兵殺と自分たちから流れてバしてるよ。強い頃にはなかったミスだし、ベンチも暗い気がするんだよね。上より下が近い。この現実を受け止めて、首脳陣には引っ張ってほしいけど、無理だろうな。一軍の監督の器でない方が監督やってる結果です。悪いと思っているなら勝てるような試合を。 勝てなくても惜しかったもないし負けるべくして負けているし全然ワークワーク感もない優勝を目指すオリックス一方へ暮らすシシも怪しいソフトバンク見ているとベンチワークの差が明らか辻元監督をお気の毒と思います前駆動監督が先代の残してくれた遺産を最大限使い果たしたチーム内容を感じ早々と逃げお命を残さず名、ね、監督の名のもと逃げる賢いさ その後を受ける方が悪いいと思います工藤監督は一から作り上げる球団の監督依頼は断ると思います藤本監督もめげずに頑張ってください藤本さんは優しいから入の意見ちゃんと聞いて策立ててると思うだって策が立てれんからいやらしさゼロ首脳陣フロンと選手の気持ちとか安易に聞いて策立てて結果しちゃかちゃ最初修行に担がれたシュールな藤本見た時この人絶対面白いと思って期待した 今思えばにり無理やりっったままずっと来てるだけ。もうびょ病やめましょう。きののヒーローやなぎまちをスタメン落ちさせたりの村だって1軍に上がってまともに打席立ってないのに左だからってスタメン起用で結果出せって無理だって牧原も明らかに調子落ちすぎだしデスパイネも2軍で調子上がってんだったら右左関係なくきのからスタメンでも良かった。 逆にくり割らすためんだったけど2軍で調子上がってなかったし宮城も右打者にホームラン打たれてる理由で右打者起用だけみたいだけどホークスの右打者でホームラン打てるのリチャード矢野村勇ぐらいなのに2軍のちきのの価値が吹っ飛びましたやっと気がついた現地にいたけど「栗原とかデスパイネは自動アウトと思って見てたよ」「デスパイネは子球も2回あったけど」 コンちゃんとかが子宮を選ぶときと違って手が出なかっただけな気もする。